先生、先週はありがとうございます。みんなも喜んでたよ。それにしても、あんだけあったお菓子も全部なくなったんだね。まあ、みんな来るし、そんなもんか。ん？どうしたの、先生。微妙な顔してる。え、実は結構自分で食べちゃった？つまみ食い？まあ、わかるかも。そもそも自分が美味しそうって思ったから買ってくるもんね。でも、お腹周り、大丈夫なのかな？えい。先生、お疲れ様です。